んな時間にこんなとこにいたってことは、もしかしてペネロペも練習するつもりだったの？正解。私も出場するの。演劇大会にね。やっぱりそうなんだ。へえ。ペネロペみたいな一流の女優さんでも練習なんてするんだね。誰よりも上手くなりたいし、他の誰かより下手になりたくない。そのためには練習あるのみよ。一流と自覚するならなおさらね。しかし、わからないな。ペネロペ・クルーバーといえば、受賞歴もあり、実績も申し分ない。そんな一流女優が、この程度の規模の大会にわざわざ出場して何か得があるのか？得とかそういうのじゃないわ。この大会は私にとって特別なの。ペネロペはな、5年前のこの大会で優勝したんをきっかけに世界的な女優に羽ばたいたんや。その時の演技が有名な演出家の目に留まってね。今の私があるのはこの大会のおかげなの。だから大切なんだね。そう。それに、ああ、これまずいんじゃない？そんなすごいペネロペも出場するんじゃ俺たち優勝できないかも。安心しなさい。私が出ようが出まいが、あなたたちの優勝はありえないから。やはりそうか。そうだよな。でも、それじゃ困るんだよ。何か方法を考えなきゃ。